バラがいい感じだね。あれね、うん、あれミカちゃんちの美少の子なの。かわいい。鳥さんなの。すごいかわいい。かわいい。すごくいい感じ。それも動かさずに、うん、そう。すごい。後でゆっくり写します。とりあえずは。はい。夏の子孫が一株だったのが、うん、本当に一面に、すごい可愛いな。でもそうだよね、前来た時何もなかったもん。そこからね、恵子さん来た時はね、うんうん、これからですって言ってたんですもんね、うんうん、増えました。いい感じ。勝手に、うん、なんだろう、自分で好きなところに行ったから、うんうんうん、余計になんか自然な感じになってくれたかな。作ったというね、うんうん、お水も一つも本当、うん、一つもあげてない、うんうん、去年はでもさすがにあまりに暑すぎてかわいそうで、うん、たまにあげた、うん、シレネもすごい増え、うん、なんか伸び伸びと育ってる、うん、ちなみにこの煙突は何でしょうか。飾り、これは飾り、何も使ってない。もう少し、うん、あの立つと、うん、何だろう、あの背の高い草が後ろの方にも覆われるんで、うんうん、なんとなくチラ見え、チラ見えな感じになる。今はちょっとしっかり見えちゃってるけど、はい、いい感じ。大きなアーチチョークじゃない、アーチチョーク、ね、カルドン、すごいね。これね、今年4株取りました。うん、1株しか植えてないのが、うん、もう下から物出てきちゃって。あともう少しで花が咲く。うん、そうだね。カラーがいいね。アーチをくぐって、これは白いのは何だっけ、さっき聞いたんだけど。ムリガニ、ムリガニのアーチと、で、リーのピンクのバラは、タマカズラ。で、その奥に咲いているのが、赤いの？ん？あっちの奥に咲いているのが、南部桜。はい。で、チラッと見てる赤いのは、キング。スイートチャリアット。そう。うん。私はタマカズラはかなり枝を抜きました。うん。こっちのさ、このシューって言ってるのはタマカズラの枝なの？そう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 。そこ咲かなかったんだ。ね、咲かなかったね。横にしたのにね。うんうんうん。リガニが一番最後に咲くから、あともう少しで、うん、そうだね、そうだね。で、あれがなんだっけ？南部桜。南部桜。私がおすすめしました。うん、リガちゃんに。っていうかね、自分家で植えられないから、リガちゃん家に植えさせて鑑賞しようと。なるほど。そういう企みか。そう、企みが。いや、ほんと可愛いよ、可愛かった。これはでもね、可愛い。おすすめしてもらってよかったかな。あのね、寄ってって見てみた。花びらも可愛いよ。うん、この、そうそう、このなんていうの、フリフリっていうか、うん、なんていうかさ、クシュクシュっていうか。うん、可愛い。で、この長さがね、しても、ね、ふわふわっていう風を感じる、うん。ちょうどいい。長くもなく、短くもなく。うんうんうん、ちょうどいい。つぼみも可愛いね。ね、うん。ほんのりなんか。だから半々ぐらいが可愛かったかな、うん、すごく。そうね。うん、でもさ、花がさ、終わりのところもそんなに嫌じゃないじゃない。うんうん、茶色くならないっていうかさ。大概こう欲張らなきゃ、ほら茶色くシュシュクシュって縮れちゃうじゃない。そうね、それないね。まあ、優秀だよ。確かにね。めっちゃ可愛い。
勧め勧めといて自分で植えないっていう。よくあるパターン。はい、ま、中に行きます。はい。こっからパッと 見た。こっからが中庭というか、うん、はい、広いね、中庭も。今はギリギリ色がある。うん、そのうち緑一色の、うんうんうん、何もなくなる、うん、でも夏はそれでいいんじゃない？うんうんうん、もうだって色があるとさ、うん、余計暑くなっちゃうし、うん、そうね、そう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 、緑がやっぱり癒される、うん、ね、そうで、あのアイアンのアンペタアーチにはわしてあるその正面のほら、そのちょっと中輪の大きめの白い、それがクリスティアン、うんうん、上品だね、クリスティアン、うん、クリスティアーナ、アジサイの、ね、ブライダルシャワーだね、だよね、うん、そうです、ね、これ結構なんだろう一気じゃなくて何回か咲いてくれるので、うん、なんかね、山内さんと何度かを比べましたらね、うん、なかなかいいかもしれないですね、うん、あ、名前が出てこない、その間になんかね、いろいろ、このさ、ミカちゃんとこのこのなんだっけ、この小判のついな、あ、そうそうそう、うんうん、小判のついな、かわいいね、かわいい、うん、下からどんどんなんか、ああ、そうそうそう、出てきちゃう、どんどんね、出てくるよ、うん、それの制御じゃないですけど、うんうんうん、しておかないと、うん、他のが全部やられちゃうんで、そう、うちなんかすごいよ、そう、それをもう見つける、うん、見つけたらすぐに切って、うんうん、みたいな、ここだけにいてね、うん、これ何年目、これ3年ぐらいかな、違うところにあってやっぱり出てきたのを、うん、出てきたものを移動した。あ、そうかそうか。そうなの。そう。怖っ。そう。それがこうなった。怖いですね。そう、すごいですよ。今年は4本抜いた。そうにして増やしちゃったんだけど、うんうんうん、危険と思って、うん、他の植物をやられちゃうところは抜きました。うん、だよね。うん、だよね。そうなんだよ、ブームになったからね、ね、バラとズイナーみたいな、うん、そう、すごいよこれは、で、うん、カンパニュラ、スズヒメ、カンパニュラですね、うん、スズヒメ、かわいいよね、ほら、何でしたっけ、お父さん、なんだよ、なんだっけ、これダメだこれダメだこりゃ、何でしたっけ、ほれ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 、このクレマチスは流星、うん、よくある、群米、あ、群米、よかったよかった、出てきて、群米、そうそうそう、群馬群馬の隣にバブルバスがあったんだけど、うんうん、もうそろそろ終わってしまって、うんうん、花がほぼほぼない、一番あ右側の、この群馬の横にもう一本入ってるんですけど、うんうんうん、それがもうそろそろ、うんうん、終了、バブルバス、まだ、あ、そっちまで行ってないから、うん、行くよ、そのうちに説明しながら、うん、不思議なの、で、こっちはもう完全に岩だね、いいね、すごくいいね、うん、すごい大人、ちょうどこ
そうあの紫の、サルビアというかメドウセージがあるでしょ、メドウセージの多分もう少し後から出てきたのなんで、そこまで大きくならないだけが、名前がちょっと忘れちゃった。かっこいいよこれは、綺麗だよ、かわいい。で、これもあるしね、山梨、これはね、うちで唯一なんか赤っぽい感じの、小アジサイが咲いてる。綺麗。可愛い。多分私は奥多摩持ってるんだけど。小アジサイいいの。小アジサイ。ふわっとしたね。来年ぐらいだよね。スッキリさせたいですね、ここは。でも、なんかいいんじゃない？大ヘラ箱。大ヘラ箱。ヘラ大箱とはまた違うみたいなんですよ。なんだっけ、プランタゴ。そう、プランタゴ。へぇ、あ、プランタゴって言い方。確かに。でも、ちょっと花はね、なんとなく似てる。似てるね。葉っぱもね、似てるし。可愛いですよ。これがプレベッド、すごいね。あの上の方咲いてるのね。こんな大きくなるんだね。ちょっと真っ白になると雰囲気変わるよね。風がいいかも。気持ちいい。ちょっと作ってくれてるかも。このハズレの多分、あのハズレあの。ゴーゴーやだけど、そうなのよ。あれがなかったらいいんだけど。暑い、30度とは思えないよね。こう見たら30度いってるね。いってるね。いってますね。でも湿度があるのとないのでこんなに違うんだね。これなんかハワイの暑さでしょ。そうだね。カラッとね。カラッと。このバラの説明書をして、それが庭だし、3年前に気づいたんですけど、あれこれバラって言って、本当にあそこの場所なんですよ。そこの場所に生え始めて、何色を咲くんだろうと思って、自分で植えた覚えは全くないから、じゃあ花を見てからどうしようかなって言えばいいやと思って、そのままいさせて、去年やっと咲いたら、この白のバラ可愛いよね。シンプルね。一重最高。いやもうここでいいよと。ぴったしだよ。そう、もうそのまま動かさずに、そう場所もほらなんていいところっていう感じなんで、そのままここの居場所にしてあげて。で去年はまあそんなには咲かなかったんですけど、今年になったら本領発揮ですごいんですよ。下から枝がどんどん出てくるし。どんどん切ってるんですけど、で少しさっぱりした感じで咲かせたいなと思って、枝数は少なくして咲かせてみたんですけど、いいですよね。いいわ。
そう。いいんだよ。だって2枚にしちゃうの。いいんだよ。そうだよ。特権ですよ。私が笑ってしまった。特権ですよ。はい、黄色、うん、なぜ黄色、うんうん、っていうところから、うん、私が午前中にここに来たら黄色なのって私も見てて黄色あれ違うかな、うん、と思って、うんうん、そしたら黄色で咲いてるのってミカちゃんが言うからどういうこと、うん、って言って、その中に白と黄色がいるんですよ、そうで、あのちょっと出かけて午後に帰ってきました、うん、そしたら朝の時に黄色で咲いてた子が白になって1日で白になる。しかも、うん、あのしべが、うん、あの黄色で咲いてる時はしべが黄色なの、うん、だけど1日で白になった時にしべも白くなるの。え、不思議ちゃんなの。へえ。だから今ここに見てて、うん、黄色っぽい子は黄色が、しべが黄色でしょ、うん、そこなんか特に、うん、それが今日咲いたバラってこと。そう、で後で近づいてみる、うんうん、花が白っぽい子はしべも白になってる。へえ。と白変わるんだね。そう、不思議じゃんなの。へえ。一日でよ。へえ。で不思議パート2が、うん、そこのその日が当たってるとこの香りと、うん、あっちの日陰の香りが違うの。へえ。それは花が敏感な人だった。ないと分かんないね、うん、こっちの子の方が普通にそのバラ の、うん、あの優しい香りがするんだけど、うん、こっちの日陰の子はちょっと奥にお薬がいるような、うん、あのなんて言ったらいい、うん、香りがするの、うん、だからなんで同じバラなのに香りが違うんだろうっていうその不思議ちゃんパートツ、うんうんうん、なんかちょっと面白い。なん日光なんかこう日光に当たったら出てくる香り成分とかがあるんじゃない？なのかな。だから日が当たらないとそのお薬が残っていて、うん、日が当たるとお薬がなんだらって出ていくのかな。よくわかんない、うんうん。でもそれは私が最初そう思ってあの次にあのバラを探してる子が来てね。うん、私こういう風にちょっとね匂いが違う感じがするんだけど、うん、って言ってその子も嗅いだら、うん、あ本当だ違うって本当。主はちょっとお花がね悪いのに分かんないらしい。へえ、そうなんですよ。本当だ。これも白になってるでしょ。うんうん、これもまだ若干黄色が残ってるんじゃない。つぼみはもうなんとなくクリームじゃないですか、うん、この色で咲き始めるんですよ。へえ、黄色でも咲き始め見てみたいね。ちょっと悲しみに暮れたんですけど、帰ってきたら白くて、おーみたいなね。でも確かにつぼみが黄色いよね。そうなんですよ。